皆さんこんにちは。こんばんは。キアカです。私だ。今回も妖怪ウォッチ3の実況始まるよ。今回は視聴者さんからのリクエストで乙姫を活躍させていくわよ。リクエストありがとうございます。ちょうどネタに困っていたので助かりました。そういうのはやめー。で、乙姫の特徴はなんといってもこのスキルね。攻撃兼回復系のスキルですね。味方の生存率を高めてくれます。それに伴い装備はこんな感じ。今回は乙姫で壁を半永久的に回復させて勝つ。そうまさに自分が帰るまで部下を帰らせないブラック上司のごとく。うん、わかったから早く進めて。殴りつつ味方を回復できる乙姫には可能性しか感じられないわ。で、両刀アタッカーに対応深淵魔ね。カルラのコンですか。これまた珍しい。火力こそ正義。あとは床対策にコマ3ジャック。他は一面ね。では対戦へゴー。ちなみに今回は2試合あります。さ、テンポよく行きましょう。対戦よろしくお願いします。とりあえずは恒例のマイニャンの HP を減らす動きで行きましょう。ベール開始。お、前回と似た撮影マシマシのパーティーね。相性としてはどうなんですか？かなり得意なパーティーね。とりあえず守ったら負ける。攻めろ。まずはバフ要因撃破。相変わらず狂った性能してますね。太陽神炎は本当はエルドラゴンにしようかと思ったんだけど、相手のお蔵入りが怖くて。自分が使うとそこまででもないのに、相手が使うとものすごい脅威に感じますよね。はい、神の裁きが怖いのでマイニャンを下げます。あと、ここでノーガバグって乙姫の位置に知ってます。撮影時間が東京で寝落ちでしょうがないんですよね。お、何？フォローしてくれるの？優しいじゃん。だから二度目は許しません。あ、はい。そういえば前回の動画のコメントであったんだけど、どうやら怨念でダメージを受けた場合はとどめ系のスキルは発動しないらしいわ。なるほど、道理で。こういう情報は本当にありがたいわね。さて、そろそろ並び順を変えましょう。ちなみになんだけど、本当は今回は乙姫じゃなくて別の妖怪を活躍させようと思ってたのよね。え、そうなんですか？一応パーティーは何通りか作ったんだけど、火力が足らなすぎてフリー対戦でボコボコにされました。で、途方に暮れていたら乙姫を使ってくださいってコメントをもらってね。ま、そういうこと。ここ最近のコメントである意味一番救われたわね。お、結構クリティカル出すわね。自覚ありますね。少しパーティーの補足になるけど、乙姫の取り付きが妖力アップだからほぼ全員が妖術メインのこのパーティーには相性抜群なのよね。それと乙姫の妖術は水属性だからのぼせとんまんに有利なのよね。それに、別に弱点じゃなくても乙姫は予想以上に火力が出る印象ね。ただ、HP が微妙な高さなのと必殺の技範囲が狭いのがマイナスな点ね。縦位置列じゃなくて定時範囲くらいは欲しかった感じですかね。てなことを話してる間に太陽神閻魔が怨念でやられたわね。だいぶ相手のパーティーをかき乱してくれましたね。そろそろみんなの必殺ゲージが溜まるから撃っていきたいわね。今思ったんですが、ずっと前衛にいるとんまん全く HP 減ってないですね。前衛よりも後衛が先にやられる不思議。できれば先に仙台閻魔を倒したいわね。神の裁きにだいぶ恐怖している様子。だってズルだもん。まあ気持ちはわかりますが。あ、ここ回復も見据えて乙姫の必殺を打つべきだったわね。ガバガバプレイやねー。ここで神の裁き圏内に行かないといいけど。セーフ。この必殺の後はすかさず乙姫の必殺を回復よ。お、エルドラが落ちました。なんかエルドラって聞くと坊主ライムラノベを思い出すわ。お、結構回復しましたね。あとはマイナンの必殺で。トンマン全回復できた。これは勝ちましたかね。そういえば、マイナンの名前変えないんですね。ネーミングセンス皆無だから。らしいのでマイナンの名前を募集します。おえ。別にいいけど、果たしてくるのかしら？よし、かなり安定して勝てたわね。対戦ありがとうございました。では2試合目。対戦よろしくお願いします。ちなみに倍速な理由は相手のパーティーを見てくれればわかるわよ。あ、これはユカパですね。もうすぐ出てくるトンマンの HP に注目して見ててほしいわ。
本来ならこんなユカパと遭遇した瞬間、これでどうやって戦えばいいんだと昔の私ならなってました。でもほら見ました、今の連続クリティカル、自覚が違いますよ。今の私はもう違う、勝利してやがる。それだけよ、それだけが満足感よ。何が言いたいんだってばよ。こういうパーティーこそこの乙姫パの真髄をお見せできるってこと。口滑らしが必殺を打ってくるから、ここでコマさんジャックを出すわ。すかさず解除しに行くわ。コマさんジャックはここで引いて温存します。とりあえずは相手の壁を破壊します。早い、さすが妖術主軸のパーティーですね。ナイス取り付き。両刀閻魔の安心感やばいですね、これ。ここの妖術を食らいりは乙姫にされるのより全然マシね。じゃあここでまたコマさんジャックを出します。あ、ここ真ん中なのミスった。まだ寝ぼけてるんですか？焦ってんだよ、気にすんな。大問題だ。お、ラッキー。トンちゃんの必殺もたまりそうなので、ここは脳死でマイニャンの必殺を打ちます。案の定避けられましたね。これトンマンの必殺間に合いますか？そんなことはどうでもいい。は？ほら見なさい、トンちゃんの HP 全然減ってないでしょ。いや、まあそれはそうなんですけど。よし、撃つわ。口滑らしは徹底的に残しておくつもりですね、これは。ここで乙姫の必殺撃ちます。ほぼ回復が目的なので、当たれば嬉しいと思って撃ちます。もうわけがわかんねえよ、これなんだよ、わけわかんねえ。当たれば嬉しいって言っておいて、その反応はヤバいですよ。うわ、ドット。なんとか全員耐えましたね。一応今のところ全員生き残ってます。わけがわかんねえよ、これなんだよ、わけわかんねえ。なんでかわすんですか。逆になんであなたはかわさないんですか。油断しました。あ、認めるんだ。はぁ、やっと当たった。よし！いやぁ、きついっす。運がないというか、なんというか。出たな、サドンです。体力的にこれは確定で耐える。からのマイニャンの必殺で、停止よ、よかった。ああ、勝てた。同ランク相手に全員生存はなかなかじゃないですか。とまあご覧の通り安定性はかなりあります。ただ、トリベアとかの取り付きパは普通にきついです。皆さんもよろしければ乙姫使ってみてください。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。